具だったりとか化粧品だったりとか買うときに、なんかできるだけ可愛いパッケージとか心惹かれるパッケージとかで買うことが結構あって、でそれは小説とか漫画とかの時も好きな絵柄の方が表紙されてたりとか、そのキャラクターがすごい自分の好きな見た目してる子だったりとかを選んで買ってしまいがちなんですけど、人が惹かれるようなそういうイラストを私も描けるようになりたいなって思ったのがきっかけです。高校2年生の最後の時で、その時に説明してくださった先生がそのすごい親身で優しくって、日本デザイナー学院いいなって思ったのがきっかけだったんですけど、でその後その先生に案内されて校舎回って卒業される先輩とか進学される先輩の作品見た時に、なんかすごいキラキラしてて、で上手いのもあるし、なんか伝えたいことがすごいなんかバッて伝わってきて、でなんかすごいいいなって憧れて、でなんかそれからもそのまた行きたいなって思って何回も何回もオープンキャンパスに行ったりしてたんですけど、なんかその度に先生とか先輩とかのお話聞いて、すごい憧れとか私も頑張ろうみたいな創作意欲とかたくさんもらって帰ってました。明るい校舎とか先生方がすごい優しいっていうのも一つの理由でした。でも卒業作品展とかオープンキャンパスでたくさん見た先輩たちの作品とか卒業生の作品を見て、私もこうなりたい、こういうのが描きたいって強く思ったのが一番のきっかけです。前期は基礎的な科目がほとんどだったんですけど、でもなんか今まで気にしなかった影だったりとか面の向きとか体の中身の構造だったりとかをすごく意識するようになって、すごい大事な授業なんだなっていうことが実感することできました。で、専門的な科目なんですけど、課題とかはたくさん出てすごい大変ではあるんですけれども、なんかすごい有意義で自分のなんかスキルアップとかすごいできてるなっていう感覚があって、めちゃめちゃ大変だけどすごい楽しいです。私はアリスがすごい好きなので、不思議の国のアリスを元にしてアイドルとバンドを掛け合わせた様子を追加しました。小さい男の子を描くのが好きなのでよくモチーフにしてるんですけど、なんかすごい男の子が輝くように頑張って仕上げました。優しさが8割で厳しさが2割だと思ってます。でも厳しさって言っても私たちを考えてくれた上でそのあえて厳しくしてくださってるっていう感じがすごくして、本当に優しさがたくさんたくさんあるんですけど、例えば私がこの作品どうしたらいいか分かんないっていう時に先生に持っていくと、なんかすごい私が気づけなかったことを教えてくださったりとか、その基礎的なことで習ってることとか応用の面とかでもすごい教えてくれるので、あ、こうしたらいいんだっていうのがすごい分かりやすくってすごいありがたいです。私の将来の夢はイラストレーターになることです。私が選ぶときにこれがいいって思って選んだりするんですけど、そういう選ばれ方をしたいなって思うのと、私は可愛い男の子とかを描くのが大好きなので、可愛い男の子といえば私みたいな、私に依頼すれば大丈夫みたいな思ってもらえるようなイラストレーターさんになりたいです。デザインの世界とかそういうのに入るのってやっぱりこう安定するわけではないので、すごい勇気がいると思うんですよ。でもなんか私もそうだったんですけど、でも入ってここで学んで物の見方が変わったりとかするんですけど、そうなるとすごいなんか世界が鮮やかになったりとか面白く見えたりするので、そういう面でなんかちょっと気になるなって人は入っても大丈夫だと思います。でもそれでも悩んでる方とかはそうですね、なんか一緒に悩んでくれる先輩とか友達とか仲間とかいると思うんですけど、この学校もいますなので、とりあえず一歩進む勇気を持ってもらったら助けてくれる人はたくさんいると思うので、勇気を持って進路とか選んでもらえたらなと思います。